中川翔子は日本のバラエティアイドル、マルチタレント。所属事務所は渡辺エンターテインメント。所属レーベルはソニーレコーズ。ショコタンの愛称で知られ、2004年11月に開始したブログ、ショコタンブログで人気を博し、2006年に歌手デビュー。東京都中野区出身。本名、中川翔子。桃井春子に続いて現れた。 秋葉系タレントの先駆けであり、インターネット文化やオタク的趣味が一般的でなかった2000年代中盤から、マスメディアで頻繁に2チャンネル用語の足を使用し、漫画、特撮、カンフーオタクとしての側面を全面に出して活動している。2021年6月13日に行われる予定の理事28では、理事ン史上初女性リングアナを理事ン榊原社長から任された。 さらに富士テレビ理人担当者より実況席のオファーがかかる。6月13日、総合格闘技18年ぶりとなる東京ドームにてタキシード姿に身を包み、リングアナ、実況席ともに女性史上初という快挙を成し遂げた。幼稚園の頃から芸能事務所セントラル子供タレントに所属し、中川翔子の芸名で子役として活動開始。2001年、 ポポロガールオーディションでグランプリを受賞。同年、16歳の誕生日記念に、母、ケイコの提案で、ジャッキー・チェンが経営する香港のレストランを訪ねた際に、チェンと遭遇し感激して泣いていると、チェンが、大丈夫と声をかけたことをきっかけに、ジャッキー・チェン事務所日本支部に所属することとなる。2002年には、ミス週刊少年マガジン2002に選ばれるも、同年に、 ジャッキー・チェン日本支部が閉じられることになり、香港まで契約解除の書類を書きに行くこととなる。その後、11月頃に渡辺エンターテインメントへ移籍。2004年11月7日、特捜戦隊デカレンジャーの第38話にファルファ製ヒトヤーコ役で出演。2004年11月より公式ブログ、ショコタンブログを開始。2005年3月、 考える人にゲストパネラーとして出演。同年5月から同番組をマイナーチェンジした考える一コマではレギュラーとして出演。また同じく5月から1年弱にわたって TBS 系王様のブランチにレギュラー出演する。9月にはショコタンブログの内容をまとめた同名の書籍ショコタンブログをゴマブックスより観光。2006年ファンクラブ。 ギザ・ピンクを発足。同年7月、ファーストシングル、ブリリアント・ドリームでアーティストデビュー。2007年6月、サードシングル、ソライロデーズ・デイズをリリース。オリコン週間シングルチャートにて初登場3位を記録し、累計約7万枚。デビューシングルから3作連続で売り上げが上昇。10月20日には、渋谷 CC レモンホールで自身初のソロライブ。 トン祭りを開催。チケットは25秒で完売した。大晦日には、第58回 NHK 紅白歌合戦に、初出場し、空色デイズを披露した。日本における2大検索サイトヤフージャパンをおよび、Google において、2007年度の検索ランキング、著名人部門で1位となる。2008年5月から全国ごとし6会場にて、 全1住公演の自身初の全国ツアーを行った。また、8月より初の作品展、続く世界を開催。2009年、ファッションブランド MMTS を立ち上げる。同年8月1日に、香港でのアニメイベント、香港ドーマン説2009に出演し、初の香港ライブを行う。8月25日には、バラエティニュースキミハブレイク飛び出せ。 科学訓 SP の企画で海洋研究開発機構所有の有人潜水調査船深海6500に登場し岩手県三陸沖の日本海溝の海底への着底に成功したまた深海生物の観察と捕獲のミッションを遂行した芸能人の深海への登場は小形県以来二人目10月24日に初の日本武道館ワンマンライブ 中川翔子町と見よく祭り日本武道館を開催チケットは即完売した。2010年3月3日発売の少女漫画雑誌、仲良し2010年4月号で原明美作画による中川翔子物語空色デーズの連載が開始される。同年6月3日発売の同志2010年7月号まで連載された。8月18日、トゥエルフスシングル。 フライングヒューマノイドをリリース。10作連続トップ10位入りとなる。10月2日、初主演映画、恋の正しい方法は本にも、設計図にも載っていないが、劇場公開。2011年3月12日公開のディズニー映画、塔の上のラプンツェルにおいて、主人公、ラプンツェルの日本語吹き替えを担当。初めて長編アニメーションで、主人公を演じた。 10月22日、ジャッキー・チェンラーと共に第24回東京国際映画祭に出演。2012年4月12日、香港政府観光局から香港観光親善大使に任命される。同年7月から初のアジアツアーを開催。2012年ベストビューティストアワードタレント部門を受賞。2013年5月1日、ビームスとの共同プロデュースブランド。 中川翔子ビームス MMTS のリアルショップが中野ブロードウェイ3階にオープン。7月6日、母の稽子がツイッターで捨て猫などの保護運動を行っていることに触発されツイッターでの発信を開始。2014年1月25日公開の映画《ヌイングルマー Z》に主演。2015年3月31日、自身のエッセイ《猫の足跡》を元にした。 テレビアニメ、おまかせ。ミラクルキャット団が n h k イーテレにて開始。4月29日、電波組。インクとのコラボレーションショコタン電波組として、シングル、パンチラインを発売。2020年4月、YouTube チャンネル、中川翔子の、を解説。聞き手は左だがボールは右投げ。ザウの名は、貪欲。普段の生活を報告している。 自身のブログ、初古典ブログは解説当初から人気を集め、書籍化もされた。父親は俳優、ミュージシャンであった中川勝彦。自身が9歳の時に亡くなっている。漫画などに関する知識が深く、特に昔の特撮、1980年代、アイドルソング、およびレトロゲームなどに詳しい。これは中川が大月健二と対談の際、 父の影響だと述べている。父、勝彦は、当時5歳の翔子に、これを読まないと大人になれないと言い,い、ゲゲゲの鬼太郎と、梅津和夫の赤ん坊少女を、いきなり全冠買って、与えたりするような父親で、娘から見てもいかがなものかと眉を潜めるほど、怪獣やホラー、漫画などを好んでいったというエピソードも明かしている。デビュー時の年齢。 16歳か月と自称していたが2011年以降は自身の年齢をテレビゲームで使われるレベルで表現しているであり小書きで証拠ではない。このことについては辞書、書庫、マニ言うで詳しく書かれている。記述によれば出産時に母子ともに危険な状態で二人ともしばらく入院する必要があったためおばが代理として 出生届の手続きをすることになった。出生届の申請時の名前の欄に、証拠と記入して提出しようとしたが、証の字が、常用漢字及び人名用を漢字でなかったため受理、されず憤慨、その場でひらがなで、証拠と書き殴って提出したところ、よ、を大きめに書いてしまったために戸籍には、しようこと誤って登録された。この事実に気づいたのは、 成人になって戸籍を見直した時である。家族も中川本人に指摘され問い詰められるまで気づかなかったという。また病院で処方された薬の本人の名前のところに中川はうこと書かれてしまったことがある。漫画とイラストが特技。父の勝彦も好きだった梅津和夫を崇拝し本気で漫画家を目指していた。ピキシーフでニックネームショコタンで 自身が描いたイラストを公開している。2020年現在は、ツイッターやインスタグラムにて描いたイラストを、YouTube やインスタグラムにて作画中の動画を公開している。2006年2月から、オフィシャルサイトで漫画、小ョーコタンクエストを連載。2007年7月12日、松尾鈴木監修、大田出版発行の期間誌、本人9月8日発売号より、 脳死の恋の連載をした。現役アイドルの漫画家としての商業誌デビューは、坂井の子についでに例目となる。2019年11月3日放送のテレビアニメ、ポケットモンスターサンムーン最終話では、原画スタッフとして参加し、一部のカットの作画を担当している。フランス、日本文化博覧会、ジャパンエキスポ2014公演にて漫画好きの延長で、 大のコスプレ好きとしても知られている。2007年の世界コスプレサミットでは世界コスプレ親善大使を務め外務省を表敬訪問している。2008年5月28日の島工作社長就任会見にゲストで呼ばれ社長、島工作では中川をモデルにした社長秘書神奈川稽子というキャラクターが登場している。名字は中川のアナグラム。 名前は、中川同様に、島工作ファンだという母の名前が採用された。スーパー戦隊シリーズのような等身大ヒーローを好み、中でも未来戦隊、タイムレンジャーの勝村美香が演じた、タイムピンクこと有利を尊敬しており、自分を芸能人を目指す方向に導いたとするほどである。その他のシリーズでは、超人戦隊、ゼットマン、電子戦隊、ンジマン、 超電子バイオーマンを好むが、超力戦隊オーレンジャーは苦手である。セミの抜け殻の収集が趣味であると、ブログで公言したことから、全国のファンより多くのセミの抜け殻が送られてきたという。2007年4月頃、ウニの仲間であるスカシカシパンに興味を持ち、擬人化したスカシカシパンマンというキャラクターを制作。2008年1月29日、ローソンの全国8000店舗で、 自身がプロデュースした、菓子パン、スカシカシパンを発売。一週間で50万個を売り上げ大ヒットした。5月20日には2作目の菓子パン、スカシカシパン、ショコラメロンパンが発売された。ネイルアートが好きで、月に何度も行きつけの店に行くこともある。爪以外にもゲーム機やライブ用のマイクもデコるのが好き。ブルース・リーやジャッキー・チェンのファンであり、カンフー映画に関する造形も深く。 トラックスーツや自作のヌンチャクを所有する。アイドル研究にも熱心で、その対象は1980年代から現代までと幅広い。特に母子揃って松田聖子の大ファンとして知られる。幼い頃から絵頭2時50分のファンでもある。これまでテレビ番組などでの共演はなかったが、2020年6月に YouTube でコラボレーションを行い、初めて 絵がしらと共演をした。愛病家であり、複数の飼い猫と暮らしている。飼い猫をモデルにした、クリオネコというキャラクターを制作し、グッズ、漫画、ゲームなどのメディアミックスが行われた。蒸気のほカ亀、すっぽん、プラナリア、コリドラス、クリオネなどの飼育経験がある。2013年夏、北海道千歳市の淡水魚水族館、鮭のふるさと館に、すっぽんや、 亀十匹を展示する中川水族館が登場した平野野十郎の子供たち後列の右から2番目が伊藤和孝レギュラー出演中の番組過去にレギュラー出演した番組の一覧単発特番出演会レギュラー出演中の番組過去にレギュラー出演した番組連載中の作品過去の連載作品コラボレーションシングルオリジナルアルバムに アルバムカバー、アルバムベストアルバムアルバムその他、コンサート海外ライブその他のライブイベント、ありがとうございます。